お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらのやべえデッキ、ね、使っていきたいと思います。というわけでですね、なんかまあオールスターデッキみたいな、なんかとりあえずまあエディパパプリンス、まあウィザード、レイジと、まあなんかすごいね、まあほんと使われたらないそうなんでカードがいっぱい集まってるね、このやばいデッキを今日はねやっていこうと思います。まあ皆さんね、こういったデッキにこう散々ね、多分痛い目合わされてきたと思うんですよ。僕もです。もうね、はい、泣きました。マジなんかやべえ、マジでやばいじゃないですか、こういうデッキって。まあでも結局強いんですよね。折れねえか。クラロのね、思うとかね、結局こういうデッキで勝っちゃうんですよね。強いから。なんか知らんけど。いやー、まあ皆さんね、多分散々いじめられてきたと思うので、こういうエリババレイジだったり、まあなんだ、ほんとね、まあとりあえずチンパンって言われるようなね、戦術に多分やられてきたことがね、あると思うんでね、僕もすごいあります。なんで今日はね、まあ皆さんがやられた分を、代わりにね、僕が、それを使ってね、やり返していこうっていう。はい、親切おじさんにね、今日はなっていきたいと思います。行ってこーい。ガチチッパンすぎる。いや僕ね、レイジ使いなんで、レイジ、どっちのエリババにもかかります。レイジのプロです。で、ユーノがダッシュして、エリババも入って、やべ。まあ、対等か今回、相手も、同じようなデッキなんでね、もう、仲良く。ご両親チンパンゲーミングやりたいと思います。で、これはもう、キングです。エリババウィザードもね、強いですし、メガナイトプリンスも強いですし、まあ、とりあえず形作れば強いんでね、ゴリゴリやっていきましょう。さあ、ウィザードもね、エリゴレにめっちゃ強いし、みたいなのがあるよね。ライドラだけね、話が違いますけど。さあ、まあ、ライドラだけかな、俺の嫌なのは。ライドラだけどうにかすればね。いや、これでもなんか終わりですね、逆に。ウィザードの範囲がぶっ壊れてる。いや、強っ。ちょっと待って、ウィザードやばくね、こいつ。強すぎ。普段こんな強くねえやな。あー、ちょっと行ってきてもらって。ザップ打ってあげて。エレキ走る。いやー、これはもう、地獄のエリクサー、大量にくれるやつだな。あー、エリババやば。引くわー、マジで。まあ、大好きなんですけどね。はい。というわけで、これでね、ちょっと皆さんスッキリしてもらえればいいかなというわけでね、どんどんやっていきましょう。いやー、もうエリーババとかね、ほんと昔はこう、まあ、そこそこのネタ枠だったんですけど、もう今じゃ、なんだろう、マルチとかでもですし、それこそ世界大会とか、まあ、公式大会でも、まあ、当たり前に使われるよねっていう。まあ、レイジもね、まあ、スパーキーぐらいか。まあ、スパーキー、エリババぐらいにしか、まあ、使われないんですけど、なんか、使われるとね、えぐいです。いや、もう、火力デッキですよね、このデッキ。いや、どうしようかな、もう、なんならさ、もう、ケツっぷりから、端前めがないと、ズーンぐらいやりたくなるけど、一回レイジ。落ち着いてね。冷静になって、レイジです。うん。まあ、これなんかで受けつつの。言うのなんで、まあ、陸デッキ、まあ、ペッカとか、の可能性が高いかな。あ、これ、勝つんじゃね？おい、惜しい。あ、これあれですね。メガニートです。はい。このメガナイトプリンスね、めっちゃ流行ってます。で、個人的にめっちゃ強いと思ってます。あー、だから、ね、踏まれます。ズーンで踏まれちゃうんで、このエリキはね、ちょっともったいなかったかな。それはやったんじゃない？あれって、俺の思ってるデッキじゃねえよ、これ。さあ、ラムが来たので、これはもうなんか、終わりましたね。なんならレイジかけてあげて、これね、ユーノが一瞬竹取るんですけど、ああ、透明になって竹変わるかなとか思いきや、はい、終わりましたね。よいしょ。さあ、あと800です。これ、ザップ打って、ワンパンです。やべえな、これ。レイジやばくね？レイジゲーすぎん？ノーダメです。おびっ！さあ、おもろ。いや、こんなデッキね、本当に、使われたら嫌だと思うんですけど、皆さん。使う側の気持ちを味わうっていうのも大事ですよね。多分。使われる側のなんか気持ちをね、理解するみたいなよく聞きますけど、使う側の気持ちもね、理解するのもいいかもしれないですよね。
さあ、とりあえずもうめっちゃ攻めてこれをウィザードだけで回収したいっていういや結構ダメージ与えてくれねえからな。よしよし、まあ範囲でね、これ11交換で最終的に俺がこのエリゴレのコストもらってお得にお得したいっていう。ヒーラーだけ散って、あーまあ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 、おーやばい、ちょっと待って、ヒーラーだけ、オッケー、ヒーラーだけやって、ヒーラーだけやって、これさ俺神のエリボもう一枚ぐらい来ねえかな。あ、来た、神のエリボボじゃね、これ絶対コストねえよまこれはマジでお互い様、うん、そりゃそうなる。オッケー、やば、全部サンクラじゃない、いかれんなこれ、脳がマジで腐るわ。3秒ぐらい、うん、秒で腐る。あ、もう腐ったか。まあ本音を言うとちょっと楽しいなんかデッキパワー歩くで、これなんかさ形ができたらもうさ無視してリババレージして後からウィザード回収みたいなね。さあ、これはあれだね、ロイホグじゃない、あ、着衣ロイホグ、ここで逆サイロイホグ来てらっしゃい、いらっしゃいみたいなあ、ほんとに来た、でげーでからの、いやこれウィズの前とかにねプリンスぐらいつけれると熱いんですけど、まあそんなコストもなく、一番気をつけたいのがこれスケファイスピとかでね、あの金起動されちゃうんですよね。あ、OK、 いや OK、 熱い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 、さスケファイスピとかのね金起動をしてこないタイプのね、でかいな。これなんならザップぐらいでもいいしな。あ、着衣のねクローク使ったんでね。でロイフグはまあエリババで守る、ウィザードで守る、メガナイトで守る、まあどれかで守ってかな。自分からメガナイトは避けたくないですね。まあ2倍タイム入ってウィザードあればワンチャンぐらいかな。さあスケでねクッションが、いやマジこんなロイフグもばっか強いのよ本当に、ガチで強いデッキはね、結局デッキパワー大事ですからね。もうデッキパワーゲーで、これデリバリーがあります。あークエイクを使いながらカード回しながらね、いやうまいな、よいしょ。であんなケツメガないとしないとか言ってたんですけど、しますこれエリアで取ったと思うんだよね。で逆サイド来てもウィザード強化ができる、まあ最強エリバーでも守れるんで、まあこれは低めからの圧着衣とかいろいろで守られて嫌なんですけど、そんなん知らねえよっていう話なんだよ。はい、守れるもんなら守ってください、僕は見届けます。うん、守れるもんなら守ってください。ユニットを追加します。おかわり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 、これです、これがねクラロワです。とりあえず形組んでレイジ、形組んでレイジ、形組んでレイジ打って、わかった、うん、おいしいな。からのもう自然とねカウンターの形ができちゃうって。あ、はい、でまあデリバリーとか来るんでね、これこの辺のね言うのめっちゃいいっすよ。デリをね秒で壊します。ああ、言うのの出る幕もないと、よし、うん、なんかもういやすごい火力だけガチでいっちょ前、あーザップが微妙に遅いのはね許してくれ。本物のリバーを使うよね、ザップだけは早いんだあいつら、よいしょ。さあメガニー、いやーなんか勝ってんだけど嬉しくねえこともねえんだけど、なんか嬉しくねえわ。さあやばやばい、なんかん強いねなんか大会で使えたいぐらい強いんだけど。さあスーパースル、やばい、怒られるはないか、スーパースル来ましたね。さあというわけで、いやー最高な手札だな。何か大型出された時にエリババレージもできるし、後ろからメガナイトで形を組むこともできるし、もうやばいねこれ、あっちー神手札です。これでも相手が何もしてこないとむずいね。うん、行っちゃう？おー、一回落ち着きます。え、しかもさ、なんかメガナイトって普通ペッカとかさエレジャイとかゴレがきついじゃん。でもこのメガナイトは火力だけが強い。え、待って、
もしかしてもん、あーよかった。いや今よかったもおかしいんだけど、同じと思って、このデッキで被ると思って、まあでもこのデッキをまあ使ってた人がいたので、まあ僕はあのパクっただけなんですけど、本家と当たった可能性もねないこともなかったんですけど、そのだからメガライドの弱点をもうエリババプリンスウィザードとかのもう火力ぶっぱで補ってるんですよね。でストラーも意外と強いじゃん、このエレキエリババっていうので。いやこれやばくない？プリンス咲いてもエリババいるよこれこれやばいな。さあザップ打ってエリババで走って両サイポキポキだ、やべえこれ。相手って分かんねえもんな、こんなデッキだと思わねえもんな。あこれ折れるんじゃね、頑張れば折れるよ。いや折れたな、おい、いやーやるなって言われてもね、複雑なんだよな。これ多分あれだな、グラチャレ12勝20分ぐらいでできるやつだな基本ね、まあ、45分ぐらいなんですよ最短でも。そういや10秒だけ使うとかだと分かんないけど、もう早いな、レイジとこの効果力が早すぎるな。さあヤリゴブリン、盾の戦士、迫撃砲とかかな。でもヤリゴブと盾の戦士されたらね、もうエリババ行きたくなっちゃう。うん、プリンス、いやーちょっと分かんないんでね、後ろからのんびり行きたいと思います。ウィザードからのメガナイトで安牌かな。エレキあればエレキがね、行きたかったんですけど。よいしょ。いてー。これ、まあ、迫撃か？いや、違うな。JPP か。さて、おーん、強い。いや、これ、エリババ、結構刺さりゾーンやで。ギャングくらい使ってくんねえかな、あれ。いやー、いやー今ギャングがね、いやだから縦線があるね。いやー渋いなー、今縦線空いてなかったらな、マジぶっ破してたもんな今鬼のぶっ破だったな。いやこれちょっとぶっ破しちゃおうかな、言っておくね。ダメ、突破できないかな、これこんなことをするから負けるんすよ俺。いやでもここでエレジェイ解かせたんならまあよしとしようじゃないかっていうね。で言うのこれバグのせいで突進受けれないっすねこれやばすぎるよなこれ、もうどうするのっていう。いやダメージリードしてるのが結構おもろいよなね。まあウィザードぶっ飛ばされるけどな、まあまあまあこれ踏むかエレキでええ感じに受けたいな。いや踏めばいいなこれは。さあでもうこれだけで相手きついよっていう、まあレイジして、でここの U の追加、いや火力ぶっぱマン、いや火力ぶっぱマンない、いやーまあ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 これエレキで踏んでもいいな。よいしょ。さあこれ2800これ守ろうかな、死ぬ気で説ないかな。なんか2800これ守る方が正解な気もするな。あ、これ行ったらダメかな。いや、行っていい気がするな。俺しかもウィザードまで行っちゃうよ。いや、もうウィザード天才。俺、天才って呼んで？やべ、ちょっと待って。いや、これ言うな追加してよかったな、攻めで。まあ、守ろうか。一旦守ろうか。ふうふう。いやーダメージ入ったんだけど、俺も受けたの普通に痛えな。ザップしかないんでね、こっからなんかゴブジャイマッスルダメージ稼がれると、普通にちょっとだけ嫌だっていうね。よいしょ。縦線出したいけど出しにくいよな、これ。これ来たくね？いや、事故ってる、熱っ。あ、これ来た。絶対来たわ、エリババマッスル、エリババマッスル、もう一発？やば。これやばいな、なんか。めっちゃ強い。めっちゃ強いな、面白くないこれ。こんなデッキで。ね。火力だけからな、なんかさ。まあ、普通に勝っちゃうよな。さ、しかもザッパるからね、この地味に。地味にザッパるからね。
で、ここでメガネと蓋してこういうことするから負けそうになるんだよ絶対。いやー、いいね。よいしょ、しっかりね、攻めるんだけど、俺負けないことだけ今考えてるんで、ちゃんと負けないようにね。で、レイジで飛べるんじゃない？マッスルジャンプ、おい、これがレイジ使いよ。いや、極めようかな、レイジ落とすだけいや、おもろすぎこれ。いや、思った以上に強すぎてびっくりしてますね。あ、ルーンって書いてるんで、まあバルーンか。まあバルーンがちょっと嫌かもね。そのウィザードってバルーンに全然大したことなくて、まあエレキがね、バルーンには強いんだけど、まあちょっと回転が遅いんで、まあちょっとこのバレないようにね、行きたいね。そう、うん、こいつ何のデッキや、やべえぞと思わせながらのね、ちょっと時間稼ぎして、もう形組んでワンパーン行きたいね。さあ、まあでも俺が形組んでワンパンされそう。アイゴレとかかな、ボムバルかな。あー、ボムバルっすね。さあ、メガネでさすがに出します。で、最悪バラン一発強してもいいんで、その後の形組んでで稼ぎたいですね。うん、あ、オッケーオッケーオッケー。勇気来たらザップつぐらい。あー、これあれだな、メガネで絶対、あー、危ね、メガネと俺キング移動してくるのか思った今。はいはいはい、よしよし、まあ、ここは一旦捨ててね。さあ、スケ咲いた、まあ、アイゴレもあるんで、結構陸が豊富ですよね、今回の対戦相手は。まあ、だからなかなか刺しにくいっちゃ刺しにくいんですけど、まあレイジ添えてあげれば地殺ししょっていうまあそんな考えでやっていこうぜ。結局レイジみたいなとこあるよ。うん、これなんかメガネと欲しかったけどな。おお、めっちゃ来た、100倍ぐらい来た。あ、キャキャキ、いや、相手この、しかもこれバグで竹が入りババに行って言うのが無双してる。いや、相手きつそうだな、なんかきつそうだな。しかも今ディガー使ったんで、まあ来てバルーン、まあアイゴレバルーンタルババだから無理やり回して逆サイあるけど、エリアで取ってるんだよね。よし、いや、これ熱いな、熱いカウンターだぞこれ。よいしょ。さあ、でもう真ん中レイジ、このレイジすごいよこれ。いや、でもいい受けやな、いい受けなんだけど、止まんないのがね、このデッキなのよ。えい、エリババ刺さって端前目がないと。いやー、なんかごめんないやー、これやばい、刺さるよな、なんか初見殺し感もやばいよね。いやー、強えんだ俺が。なんか真面目にね、ロイフグとか真面目にラバとか使うよりも勝てちゃうんだもん。どういうことよやべーしか出てこねえ。はい、というわけで今日はね、このまあやべえデッキ使ったんすけど、使ったらね、よりやばかったですね。めっちゃ強かったわ。なんかね、いや、マジでやばかった。本当にやばかった。ちょっと皆さんね、ちょっと気になった方いれば、ぜひね、使ってみてください。おもろいんでね。はい、というわけで、よければね、チャンネル登録、高評価の方もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。